というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いします。まあ、翼があのコンビニ行くでしょ。行きますよ。ね、ええ、で、まあ、買い物しますよ。ええ、本当最近思うんだけどね。うん、うぜえ客がいる。客の方ですか。うん、はい、まあ、特に女の子が圧倒的に多いんだけど。あ、そう、はい。まあ、なんつうか優柔不断なのかな。うん、もうずーっとこの棚の前フラフラしながら、サンドイッチを持ち、何かを見、戻すと。それ今の時代だけだよね。まあ、で、ほんと僕はもう基本カゴを持って、うん、まあ適当に欲しいものをぶち込んでいくわけですよ。まあこんな僕がもういっぱいになってるうちにまだ1個しか持ってないとか。すごいな、はい、な、こんなやつがまあフラフラして、はい、で意外とその気遣いがないのね。気遣いがないの。そこ買いたいなと思ってもなんかいつまでこれ ね男の子の方が若い子の方が気遣いあるんですよ。あ、すいませんみたいな、意外とってどいたりとか僕が通ろうとする。でも女子は気にしない、うんうん、で何を物色し、このなんつうの、やっぱ期限、賞味期限を見てるんであればね、僕も基本的に奥から取りますよ。はいはいはい、うん、だったらもう奥を取ればいいわけだ。このコンビニでね、見て戻すって行為ってあんましたことないよね。まああんまりよくない気はしますから ね顔近づけてみる、これも分かりますよね。ほんとやっぱスーパーだとね、はい、刺身とかをこう見て戻すババアいますよ。、まあ、よく見ますよそれはね。特にカートドーンと横付けして、はい、邪魔くせ、はいはいはい、あれのだからまあ、ね、予備軍なのかなって、まあ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 そう思っちゃうね。でもやっぱ女性の方ってそれもカロリーと気になさりますから。そうだから、そこなのかな、カロリー見てんのかな。まあじゃないですか、何をそんなに見ることあんのかなって思っちゃう。いやもうやっぱ男どもには分からない何かがあるんですよきっと。だけどまあ時間かけて1、2点、はいはい、でよくね、あのほら、なんつうのかな、ちょっと飲み物をコンビニに買いに来るやつとかいるでしょ。はい、もうそれも考えられないですよ。ほう、もう飲み物が自販機でいいじゃねえかと。あね、この 1、2点をコンビニに買いに行くと絶対にないんです。まとめて買うと。で僕コンビニ入ったら 100% 袋なんです。はいはいはい、だからもうちょっと人種も違うし、あのそこに関しては多分スタッフさん側の方が希少種だと思いますよ。あ、そうですか。はい、いやそれはあの僕はちょっと大きな買い物ですか。僕はこう、ないね、大きい買い物はスーパーに行くんですよ。ああ、なるほどね。それはめんどくせえからね。だからそのまま確かに人種が違えない。、はい、まあまあそういう話ですね。なるほどね。はいはいはい、はい、でまあ今回ね、そう、はい、例のあのチロルさんの、うん、ご提案でね、ありましたよ。まあこれなんてちょっと書いたか忘れちゃったけど、はい、あのまあ弾丸団、はい、まあ言ってまあ関東軍団ですよ ね、まあ、この人たちのガチャを、してよかったキャラ、うん、ね、まあ、要するに関東にしてよかったキャラと、はい、逆に後悔したキャラを発表したらどうでしょうかというのをいただきました。いいご提案していただきましたよ、ね。でまあ、あの間に、はい、あのですぐに僕はあのグルチャの方で、はい、まあ、聞いて、はい、まあ、何人かが答えてくれましたと、うんうん、まあ、全員じゃないんだけども、はい、まあ、それをね真っ先にユンさんが答えて、ね、いやありがたい話、真っ先にユンさん答えて、真っ先にユンさん動画にしてたら笑っちゃったけども、そんなこんな結構間があったからね。あれやらないんだったら俺やるよぐらいで取られちゃうかと思ったけど、まあここはちょっとね、それやってたらめちゃめちゃ面白いから、それはそれでそうそれもあるから若干思った。そしたらこっちでマッシュリーがやっちゃうと。おや、俺がやるかーぐらいの。でも大体ほらみんなもうだんだんこの翼チャンネルは火曜日に撮ってるってのは分かってきたんで、このタイミングで出たら次の火曜で、そこから編集だからってなってますから、大丈夫。これが次は出なかったらちょっと行こうかなみたいな。そうぐらいの。あれやんねん、却下したぐらいの、ね、あんだけ聞いた、みんな答えてくれたのに僕何も言わない、すごい失礼なやつですよね。それで一本でしたみたいな。はいはいはい、まあじゃあね、ちゃんと、ね、ということで、はい、まあ、一応集計を翼君がねいたしました、はい、したんですね。アナログでやりましたよ。でまあだからなんですか、貫突をしてよかったキャラクター、はい、これはもうだからこれからねガチャを引こうと思ってる人とか、そうですね、まあ、復刻してきた時の狙いとして、はい、まあ美課金、無課金、まあ中課金ぐらい、中課金ぐらいの人は、はい、まあ、参考に。そうですね、貫突目指す方というか、はい、このチャンネルから美課金無課金参考になることめっちゃないですから、これレアな回ですよ、本当にないです、ね、チロルさんに本当に感謝いたしましょう、はいはい、ということですが、まあそういうことでね、はいはいはい、これ翼くんも参考になるんじゃないですか。僕はもうっていうかもうすでに参考にしてるんで。ああなるほど。ということですけど、復刻した際にはこれをご利用してくださいと、まあいうことで、じゃあちょっと発表しちゃってください。はい、まあ、ちょっとガッと書いてるんですけども、良かった方のキャラクター、はいはい、まあ、5体発表しようと思うんですよ、うん、で先に言っておくと、うん、1位が同率で2キャラ、ほうほう、でだから3位かが同率で3キャラとなってるんで、うんうん、2コンくらい入ってくかな。いや、もしかしたら開花もしましたし、まあ、開花する前からこのアンケートやってたんで、今だったらもっといくかもしれない。まさかのがあるかもしれないけどね。まあ、それ楽しみにしていただきたい。じゃあまず1体目からいきましょうかね、うん、はい、これがですね、まず龍魔神バラ、ほー、うん、
これに関しては僕全く持ってないんですけど、まあ、あの一応リュウマチバランが話して、はい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 、で次があのもうこれもまあ、あなるほどって感じですが、カミュ、カミュね、うん、はいはい、これはね確かユンさんが、はい、カミュは関東にせずにいたんだけど、うんうんうん、はい、ちょっと関東してみようかなみたいな興味を湧いたぐらいのキャラですからね、うんうん、まあもうねピサロに使ってみると使い心地がいいというか、はい、あれはまああるんじゃないかなと、うん、で次が少年帝、ほうほうほう、これも最近のキャラだけど、まあ、やっぱりこう何でも使えるんですかね、うんうん、で僕さ3体っていうのがもう1体いました、はい、ごめんなさい、これがもうダイヤモンドスライムです。ああだからまあバラン、ベロニカ、違います、リュウマジンバラン、カミュ、カミュダイヤモンドスライム、ベロニカ少年帝に行って、まあ、ベロニカ出ちゃうかなこれもうあの多分スタッフさんの中にあるんでしょうね。あまあその4体が、ね、とりあえず、はい、まあ、とりあえずこの4体が、うん、まあ、同率3位ということになりました、うん、じゃあ次もう1位ですよ、はい、これも2体なんですけど、うん、まず1体目ベロニカ、ほうほうほう、はい、もうこれはまあ強いと思う、今逆さに言ってたのね、あそうです、まあ、僕今1位から最初発表してるんですいません、もうあの同率で先に下から言いました、はいはいはい、がまああのまず4ですけどね、ほうほう、ベロニカはこれ圧倒的に使えると、うんうんうん、でそれ同率でピサロ、うん、うん、もうこれはまあそうでしょうという感じで、まあ、だからこの6体ですね、うん、がまあ同率でベロニカ、ピサロと、うん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 、あとさっきも言いましたけど、まあリュウマジンと、はあ、カミュと少年テリとダイス、うん、はもうここはバンバンなんからしてもかなり使えるキャラなんじゃねえかっていうね、うんうん、なるほど、はい、これはどうしましょうか、あの一応悪いキャラっていうのも、ね、あそうですね、聞いてますか、これはいる、後悔したキャラね、はい、これはね、うん、面白いというか、うん、へーって感じなんですけど、ここもね、同率、うん、で2位が2キャラいて、はあはあ、で圧倒的なのが1人いる、はあはあ、で先にあの同率、はいはいはい、まあまあ使えねえよっていう、はあはあ、満場一致ぐらいのがまず普通の大人の方のテリー、おー、はい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 、これちなみにこのテリーなんですけど、うん、あのいい方のキャラにも名前挙げてる人がいたんで、あー、なるほどね、ちょっとマニアックなんですよ、だからねっていう使い方とか、うん、で、同じで、うん、バーバラ、あー、バーバラはね、かわいそう、これはもうゼシカが殺しちゃったからはい、まあそう、もうバタンっていうね、良さがなくなったんですけど、うん、まあこの2人あるけども、圧倒的1位、うん、ウルノーガこれ再現もガナサダイではなかったそう、ガナサダイはだからまだやっぱね、時間まだかかんないけども、本当に引かなきゃよかった、まあだから古いところで言えばね、トンドラとかね、いやそうですね、とかも勇者はやっぱハードル上げちゃうんで、どうしても魔王とか、ね、使用しないとね、はい、なんだこれってなっちゃうんですよ、やりそうですよ、かつてのクリフトのようにね、本当に、うん、まあまあでもこれはね、うん、本当にまあ間違ってないというか、いやそうだからやっぱり、うん、なんだろう、闘技場がやっぱ全てなんですよ、まあ、ね、今柔道大会もありますしね、うん、はい、まあこれちなみにね、はい、エルギオスとかが出る、うん、出た直前ぐらいにやってるんですよね、できた直後ですね、そうですね、だからまあまあエルギオスとかは入ってはあんまりね来ないというか、そういうことです、もう少し後にやったらねまた違ったかもしれない、まあこの大会後だったらですね、まあ、そうですね、まあ、ちなみにこれスタッフさんの情報入ってないんですが、うん、あるんですか、僕はね、はい、ほらあんまりタクトのマニアじゃないから、そうですね、性能とかをね、はい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 、見て引いたりしないんですよ、ええ、とりあえず引くんだよね、どの道まずね、ええ、で、やっぱ僕の基準は、うん、使用するかしないかですね、使うか使わないか、まあ、常になんか使ってるキャラクターがやっぱり、うん、いいなと思ったキャラクターなんだろうなってことなんですよ、まあ、それ使ってるわけですから、まあ、それで言うと、やっぱピサロ、まずピサロです、はいはいはい、それからカミュ、カミュ、はい、はい、それからね、まあ、ドレアムですね、かつてはもう片落ちしましたけど、はい、ドレアムとかはまあなんか通常周回に便利、はい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 、うん、とありますね、うん、まあ、それからドルマゲス、ああそうですね、これも結構、うん、やっぱベロニカとかになってくるかな、あーはーはーはー、こうなんとなるとベロニカってやっぱすごい使ってんだ、闘技場とかあんまり使わないんだけども、もう強そうですよね、うん、闘技場だともうピサロ、カミュ、ドルマゲス、うん、まあ、この3人がねもうほぼスタメンでいて、スタメンですね、まあ、あとサージタウスとかね、ああはい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 、うん、この辺りで、まあ後悔したキャラっていうのはまあ完投したけど、まあ未使用ってキャラで、うん、前の動画でも言ってますけど、はい、まあ、バラモスゾーン、そうですね、バラゾーン行きましたね、はい、何でしたヘルバトラーですよね、はいはい、まあ、ヘルバトラーはでもあれ、あ、そうかそうです、それね、うん、はいはいはい、とかまああとやっぱりほらもう動画まんまになっちゃうけどダイとかねまあまあまあダイも使わない、はいはいはい、まあ、ヒュッケルはまあいいです、これ僕はもう、ね、あの時も同じようなこと言ってる、同じこと聞きましたけど、そうそう、はいはい、まあ、だからやっぱり使ってないキャラ、だもっと言えばもうトンドラとかさ、まあ、いっぱいいますよこれ、はい、もう遡るまで登るほどどんどんいくと思うんですけど、あ、そうそう、ハーゴンとかね、はい、うん、だからまあ、なんかやっぱちょっとウルノーガツのはこれは分かります、そうなんだ、正直ちょっと最初すげえぞってとこからの落差がすごかった、うんうん、
ギュンだ。何にしても押せ話になんないですよ。まあね、はいはい、僕も前使わせてもらいましたけど、もう立ってる初期位置から攻撃届くぐらいじゃないと役立たないから、まあ、今はね、もう何もできないっていうね。どんなにスピード持っても速くないんですよこれ一生追いつける。これ本当すごいなと。だからもうなんつうかな、はい、ガンダムとかで言うとゴッグみたいなやつなんですよ。渋いな。で、まあ、分からん。すげえ守備力あるんだけど、ガシンガシンガシン、こんな感じですよ、はいはいはい、ほんでやっぱね、これ弾丸弾だけで引いてても、はい、なんつうかな、データがちょっとね小さいかなと思って、まあ、そうですね、まあいっぱいいますよね、そのトップギルドの人もいれば、まあ上位ランカーの人もいるし、うんうんうん、僕ちょっと思い出したんですけど、はい、あ、これちょっとトップギルドの、あ、何でしたっけ、エルドラド、エルドラド、ちょっとちょっと瞬間忘れましたけど、のこと間違えた、エルドラドの T なんちゃらさん、はいはいはい、もう僕この人にちょっとね、これ聞こうと、あ、なるほど、確かに、でも DM をしたらまあすぐに、はい、連絡は取れると思うんだけど、無視されない限りね、まあ一応ね届きますから、だけどまあまあここまでのいろいろとね、はい、あの無礼なことがあったんで自覚あるんだ、そうそうそう、だから僕あの手紙を書こう、手紙 T なんちゃん謝罪の、うん、書きましたよ、手紙、おお、お書いた、だけどなんかね届かない、届かない、あ、なんか宛先が違います、あ、でもやっぱ、ね、うん、ちょっと見ると、うん、名前ね、はい、これ T なんちゃらさんしかわかんないんで、はい、まあ、もう力技ですよ、はい、T なんちゃらさんへって書いてますけど、あ、手がね、はいはいはい、届かないどうしても戻ってきた、難しいんだ、はいはいはい、まあ、そういうところがね、はい、このだから結局は危険ずじまいだそれはまあこの手紙じゃ届かねえだろうなと思いますけど、ダメですかこれ、ダメだと思いますね、なんかバッテンしますよこれ、いいんですか、あ、これもちょっと間違えちゃった書き直しなさいよまた別の封筒にまあ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 、まあはいはい、あ、まあまあ、いつかこの手紙を届けたいなぁと思って、あ、もう謝罪の心をね、なんとかして DM じゃなんだから、ダメなんですね、やっぱり本名が分かりません、そうですね、ちょっとまあしょうがないですよ、なんで、まあ、今回は、はい、結局は弾丸弾の中になったっていうお話なんですけど、まあ、これをね、うん、まあ、参考にそうですね、うん、引いてくれればなと、はいはい、また本当にね、まあ、エルダ天使とか強いんでね、まあそうですね、まあ、そういうのもいいと思うんだけども、はいはいはい、まあ過去のね動画、うん、こう動画じゃねえや、ガチャが復刻してきたら、うん、まあこれを参考に、まあ優先順位つけるかなっていうことですね、引いてくれればいいんじゃないかな、はいはいはい、必ずなんか、今度何周年でしたっけ、2.5?2? どっちだ、どっちかです、3までいきます、ね、までいかないか、 2.5 か3か2です、わかんない、そのぐらいですよ、はい、何かの時にまた復刻でね、来るでしょう、来るんで、はい、まあ、これを参考にしてくれたら、そうですね、たまにはこういうちょっと有益な情報を雑魚たちに有益な情報、だからもうそこ言わなかったらよかったのにね、あ、まあしょうがないです、ね、まあこういうチャンネルなんで、はい、じゃあどうも、あざした、つばさチャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。